近江高校野球部多賀明人監督は滋賀県彦根市出身。地元の彦根市立南中学校時代は軟式野球部でプレーしていた。高校は京都府の強豪慶安高校に進学、在学中は一塁手兼捕手でプレー。多賀が在学中の3年間はチームが低迷し、監督が3回も交代していて、慶安高校での3年間では多賀は一度も甲子園には行けなかった。慶安高校卒業後は龍谷大学に進学する。そしてこの時に指導者を志すようになる。そして1983年に近江高校に社会科教諭として赴任、同時に野球部のコーチにも就任する。さらに野球部部長を経験して1989年に近江高校野球部の監督に就任した。1992年夏に監督として甲子園大会に初出場する。そして2001年夏にはチームを準優勝に導いている。翌年の2002年からは近江高校の副校長に就任して、野球部の指導と学校運営の両立を図っている。そんな多賀監督の名言をいくつかご紹介いたしましょう。大事なのは他人と比べるのではなく、どれだけ自分と勝負できるか、敗戦をどう生かすかで今後が変わってくる。欲が出ると足元を救われてしまう。非常の考えでくどくど言っても選手はうまくならない。休む勇気も必要です。厳しさに負けたら終わりや。多賀明人。